ックのラジオ。皆さん、土ボック好きですか？この番組では土木関係者や土木好きの方をゲストにお迎えし、中央区を中心に東京のインフラに関する旬な話題や土木の魅力を分かりやすく、そして熱く語っていただきます。皆さんに少しでも土木に興味を持っていただき、身近に感じてもらうきっかけとなるような情報を発信していきます。土木のラジオ、ドボラジ。この番組は土木学会、建設技術研究所、清水建設、戸田建設、三井住友建設の提供でお送りします。さあ、今週もドボラジの時間がやってきました。今回のドボラジナビゲーターは私ジュミと、人形町のユミと、浜町の松でお送りします。今日12月18日は東京駅の完成記念日だそうです。お、東京駅ですか。1914年のこの日、東京駅の完成式が行われたそうですね。東海道本線の起点が新橋駅から東京駅に移されました。そういうことですね。東京駅の完成記念100周年の時、私は並びましたからね。並びましたか。並びました。あっという間になくなったんですよ。はい、はい、販売したね、記念品がね、はい、さあ、そんな中で今日のテーマをご紹介したいと思います。今回のテーマは中央区観光検定パート2です。パート2ってことはパート1があったんですね。もちろんです。今年の放送回でね、これを取り上げておりますね。今年の問題を分析したところ、約3分の1が土木の話題だったという、衝撃的な内容でしたね。衝撃的でしょう。そうなんですよ。だからね、過去問全部やりましたよ。私やりましたか。松さんはね、さすが頑張ってますよ。本当に本気でやりました。分析しました、ね。はい、さあ、それではゲストの方をお迎えしてのトーク始めていきたいと思います。今回のテーマ、中央区観光検定パート2についてお話を伺うゲストの方は、中央区観光協会の草野敦子さんです。草野さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ようこそスタジオにお越しいただきました。お久しぶりです。ありがとうございます。さあ、ではゲストの草野さんのプロフィールご紹介したいと思います。草野さんは中央区観光協会事務局職員として従事なさっています。現在は主に中央区観光特派員や観光ボランティアに関する事業をメインに担当していらっしゃいます。草野さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、今日のテーマに入る前に、毎回ゲストの皆さんに伺っていることがあるんですけれども、草野さん、ラジオ番組ということで、ラジオの思い出があればぜひ伺いたいんですけど、何かエピソードありますか？はい、あまり普段は聞かないんですけれど、小さい時にはですね、父がいると AM のラジオがよくクラシックで流れていて、でそれをこう鼻歌で歌っている私の声がテープに残っているのがあります。素敵。そんなことが本当に2歳とかそれくらいの時なんですけど。かわいい。それ残してくださったお父さん、きっと嬉しかったんでしょうね。びっくりしました。そして、はい、あとはよく家族で車で旅行するんですけれど、その時 の夜車の中でラジオ CRB を聞くというのが定番ですね。しっとりしますね。あれしっとりですね。そうですね、はい、いいですね。素敵な思い出ですね。ありがとうございます。はい、実は過去にも中央区の観光検定について紹介しましたが、改めて中央区観光検定とはどんな試験なんですか？はい、より多くの方々に中央区ファンになっていただきたいという思いで実施をしております。まず中央区にお住まいだったり、ご勤務されていたり、好きな地域のことを少し深く知ってもらうことで、より中央区のことを楽しんでいただけるきっかけになればなと思っております。具体的にはどんな試験なんですか？そうなんですよね。問題は100問あります、はい、それを90分で解いていただきます。短い、ね、1分もないですね。瞬間的にね、ね、瞬間的にやっていくぐらい。止まっちゃうとちょっとね、そう、時間が。そうですね、はい、うん、でもご安心ください。全問マークシートなので、回答が書けないということは全くありません。当てずっぽうでも100問は埋められます。なるほど、はい、最終的にはボールペンコロンみたいな感じですかね。、はい、
4択だから25点は取れるんでしょうね、確率的に。そうだと思いますね。はい、なので、あの100問中75点で正解の、あ、75点の正解で合格ということになります。でしかも中央区に関する問題しか出ませんので、はい、狭い範囲ということになります。いや、これがね、深いんですよ。そうです ね、はい。で、まあ、あまり特徴的な問題になってもいけないということで、勉強していただきやすいように公式テキストである中央区物知り百科という本からですね、9割が出題されております。9割、はい。で残り1割は毎年設定するテーマ問題に関する問題が出題されます。そういうことなんですよね。どうやって勉強すればいいでしょうかね。そうですね、まずはやはりテキストを読んでいただくことです。9割なので。で、まあ、テキストには今前回の問題が100問ついておりますので、どんな問題なのかも確認していただくことができます。親切ですね。はい。で、まあ、さらに用意すると良いのは、観光協会が発行している観光マップがあるんですけれども、はい、それをまあお手元に置いていただくと、テキストの中の地図はちょっと小さくて見づらいので、うん、より分かりやすくなるかなというふうに思っております。はい、であとはやはり余裕があれば実際に歩いてもらうのが一番というところですね。そう、街歩きがね、一番なんですよね。目で見る。そう、この時期になると、物知り百科をね、はい、片手に、はい、マップも片手に、はい、歩いてる方をちょいちょい見かけます。同業者さんともこいつも受けるんだなって。そういうことね。もう皆さん本当熱心にね、街歩いてらっしゃいますよ。そうですね、うん、テキストもそういうふうに街歩きしていただきやすいような編集になっておりますので、テキスト の勉強だけなくてですね、観光にも使っていただけると思います。観光マップってどこで入手できるんですか？そうですね、お休みがないところになると、江戸グランの下にですね、観光情報センターがあるので、はい、まあ、そこではいつでも手に入れていただけます。 あとは、事務局ですとか各出張所さんなんかにも置いていただいてます。なるほど、ありがとうございます。過去問を勉強したい人はどうしましょう？はい、1回分はついてるんですけれども、ホームページの方にですね、観光検定でタイムアタックというクイズコーナーがありまして、はい、まあ、そこに過去問題の専門が全部網羅されておりますので、それをご利用ください。これ、このタイムアタックっていつからできたんですか？昨年です。昨年からなんですね。難しいですよ。難しいといっても今までの問題しか出ていないので。そういうこと。それがランダムに出てくるわけですよね。はい、でレベル分けされてますので、うわうわうわ、勉強していただきます。初級、中級、上級とありましたっけ。はい、そうです。うかうかしてると時間がなくなって終わっちゃうんです。そういうことね。だからタイムアタック。そうなんですよ、はい、ちょっとこう遊び要素を入れて、ま、勉強されたい方には時間を気にしないところも勉強方法もあるので、そちらを使っていただければというところで、あと最後にですね、コメントを登録することができるんですけども、ほうほうほう、これをぜひ登録していただきたい。どんな問題数でも登録していただけるので、してください。我々スタッフが喜びます。あ、なるほど。もうなんか宇佐野さんみたいな、そう言ってもいいわけですね。はい、そうです。個人名はやってもいいんですか？あ、そうですね、聞いちゃうかもしれませんけど。はい、いいですね。よろしくお願いします。合格すると特典があるんですか？うん、はい、お江戸中央区2という認定証を差し上げております。はい、毎年検定にはカラー、テーマカラーがあるんですけれども、そのカラーで作っておりまして、毎年受験されてコレクションされている方もいらっしゃいます。うーん、はい、まあ、その他にオリジナル商品をご用意したりとか、あと、通訳以外の観光ボランティアの方の応募要件にもなっておりますので、ガイドとして活躍されたい方は必須になります。なるほど、うん、そういうことなんですよね。でさらに上位合格された方には、希望された方に特派員を任命させていただいております。そうなんです。はい、でここの、中央 FM でもですね、はい、ハローラジオシティというお昼の生放送で、はい、観光協会特派員さんの大好き中国という番組コーナーをやってるんですけど、木曜日ですね、はい、ご出演いただけるんですよ。なるほど、はい、何人ぐらいいらっしゃるんですか？特派員の方が今ですね、93名ぐらいいらっしゃる。マニアの皆さん、マニアの皆さん、だってもう過去11回テストがあったわけですから、都度都度ね、特派員さんになる資格をお持ちになる方がね、出てらっしゃるわけですからね、すごいんですよ。合格率はどれぐらいですか？はい、
過去11回を平均すると 48% ぐらいなんです。で平均点でいうと73点ぐらいなんですね。で一応問題としてはいつも 50% ぐらいの合格率を目指して作らせていただいているんですけれども、まあ、難しくなってしまう年もあるようです。そうですね、はい、あの伝説の第2回とそれから多分第9回8回か9回の時が難しかったということなんですよ、由美さん。でもまだなんと、はい、100点満点の合格者はいらっしゃいません。そうこれを目指して浜町の松さんはどうですか、ね、いや絶対取りたいですよ ね, ね、毎回私も受けてるんですけど、そこ目指すしかないですよね。なんか満点を取れない、やっぱりそのもうあとほんの一歩一問っていうところがあるんですね。難しいんでしょう、絶対わからない問題を作ってるわけではないんですよ ね, ないのにね、不思議と。本当にやっぱりあのテーマ問題のね、10問だけその年のテーマが出るという、はい、あ そこなんじゃないですか。テキストに載ってないことが出るという、そういうことね。テキストは読み込んだんだけども、その今年のテーマ10問に引っかかっちゃうのかもしれない。楽しみに100点の方をお待ちしております。そうですね、100点取っても大丈夫なんですよね。もちろんです。絶対取らせないとか、何言っちゃったんですか松さん。そんなことはないです。取ってくださいよ、取れるものなら取ってほしい、はい、なんかこう表彰したいと思います。本当ですよね、これはやる気出ますね。やる気出ますよ、はい、だって過去の延べ人数にしたらものすごい数のうちの1ですよ、はい、1です。トップ1点ですから ね,、はい、ね、燃えますね。燃えますよ、頑張っちゃおう。お願いします。次回行われる第12回の詳細を教えてください。はい、試験日は2020年2月9日、今回は日曜日です、はい、定員が300名、締め切りは1月8日です。で、ただし先着順ですので、お早めにお申し込みください。うん、今、だいたいですね、半分以上の方がお申し込みをいただいている状況です。50名以上ということになるんですね。放送される日でもういっぱいになってたりして。ね、まあでもギリギリ大丈夫かな。昨年はちょっと年内で締め切らせていただいております。そういうことですよね。で、申し込み方法はウェブまたは専用のリーフレットをご利用いただけます。はい、受験料が3000円。で、5名様以上のグループですと団体割引、それから学生さんの割引もあります。とは2000円になります。はい、で、今年のテーマは1964そして2020へということになります。そうなんです。でこのテーマ、ね、これが何を表すのかというところからまず考えなきゃいけないわけですよ。ここですね、ここですよ。何だろう。いや、これについてはね、ぜひこの後後半で、1964そして2020へというところについてさらに草野さんにですね、あのできればちょっと踏み込んで伺いたいなと思いつつも、グイグイと ね, もうこれね、後半もぜひあの皆さんお聞き逃しなくということで、ではここでちょっと一回ブレイクといきましょうか。さらに後半お話を伺っていきたいと思います。おい次郎、お前将来何になるんだ。え、言いたくないし。なんで。恥ずかしいし。いいから言ってみろよ。土木エンジニア。え、お前サッカー選手じゃなかったのか。この間連れてってもらったお父さんの現場がかっこよかったんだ。あなたの暮らしの身近にある土木について一緒に考えてみませんか。土木学会はみんなの暮らしを支える技術者の集まりです。ちょっといいですか。え、私ですか。突然ですが橋はお好きですか。ええ、日本橋が近いので。川はお好きですか。はい、隅田川は散歩コースですけど。どうやら土木がお好きなんですね。あ、ドボラジよく聞いてますよ。人を思い社会を作る建設技術研究所です。土木のラジオ、ドボラジ。今日のゲストは中央区観光協会の草野篤子さんをお招きしています。草野さん、よろしくお願いいたします。後半もさあ、そしてテーマは中央区観光検定パート2ということなんですけれどもね、引き続き案内役の人形町の由美さん、はい、浜町の松さん、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて後半は座談会的に進めていきたいと思うんですね。でですね、100問の中で10問がテーマ問題だよと、
でより深い内容が出題されるってことなんですけど、今年のテーマは1964そして2020へなんですって。そうなんですって。あのね、せっかく草野さんに来ていただいてるんで、はい、ここでねリスナーの皆さんにこっそりですね、どんな問題が出るのかなっていうのをこっそり教えてほしいんですけど、その辺いかがですか。そうですね、じゃあちょっとこっそりいえいえ、私たちもわからないんです。まだわからないんですか、はいはい、そうなんだ。秘密ですので、当日楽しみにしていただければと思います。そうですよね。そうですか。じゃあですね、もう勝手に予想しちゃおう。よくやるドボラジ、勝手にやるのはいいですか。はいはい、はい、まあ、予想というかね、じゃあ1964に何があったのか、2020何があったのかなっていうことをちょっとね、あのおさらいですから、はい、みんなで一緒に勉強しましょう。はい、はい、私思いますにですね、1964っていうのは日本で初の東京オリンピック、これは間違いないですよね。そうですね。でそれに合わせて大規模なインフラ整備がどんどん行われたという時期だったと思いますが、はい、由美さんどうですか。最も目立つインフラ、やっぱり首都高速道路でしょうか。そうですかね、はい、もともとオリンピック前から構想はあったんですが、オリンピックに間に合わせるように空港西インターチェンジから初田インターチェンジまでが1964年につながりました。なるほど。初台っていうのはオリンピックの競技場に近い。ああそうですね。だからもうということになりますよね、はい、作らなければいけなかったってことですね。だから羽田空港から会場まで車で一気に行けるようにしたと。そうですね、そういうことですか、はい、でその建設過程でですね、あの中央区も関係ある日本橋川、これの上が用地として使われましたね、はい、だから川が陰になっちゃったんですけど、あと築地川とか楓川、あと汐留川などがね、いろいろ水路が埋め立てられたのもこの頃でしたかね。そういうことですね、はい、手元にあのその川が埋め立てられたあの図があるんですけども、はい、これ見ていただくといろんなところが、この色塗ってるところが全部埋めた、まあ埋め立てられてます。東京オリンピックのタイミングで埋め立てられたところって結構あるんですね。結構ありますし、それ以外でもまあ埋め立てられてて、本当にまあ用地としてね、あのなかったので、川の上町でしたからね、はい、大きな町だったんで道路を作ろうとすると川を埋めてやるしかなかったなっていうのが実際のところでしょうか。そうですね、まあ、あの中国って水の都って言われるぐらい、はい、その河川だったり運河だったりが、まあ、あった、まあ、そして今もあるところですから、うん、これはやっぱりその埋め立てっていうことではある意味、ある意味ですよ、絶好のっていうことになっちゃったのかもしれないですね。土地があったということですね。ただ、まあ、そのせいもあって日本橋の、ね、上に橋がかかっちゃったよっていうところで、まあ、いろんなことがあったわけですよね。そうですね。ところで草野さんね、はい、過去の観光検定にも、まあ、出てる話なんですけど、佃大橋、うん、これも1964年にできたということなんですけど、はい、隅田川を渡る佃大橋が架かる前は佃の渡しという渡船が運航されていたんですけれ ど、 あなるほど、この1964年に佃大橋ができたことによってその渡船はなくなってしまったと、はい、なくなってしまった、はい、結構隅田川でもねこういう渡しってあったんですよね。あと勝どきの渡しとかね、はい、月島の渡しとか、そうですね、はい、最後まで隅田川流域で残ってた渡し船だったらしいですよね。はい、そうですね、佃の私がね、はい、そうみたいですよね。でね、今度地下鉄がお好きなジュミさん、はい、知ってますよ、地下鉄好きって。ありがとうございます。あの特に銀座線好きなんですけどね、京橋大好きなね地下鉄でもね、なんか大きな出来事が1964にあったという。そうなんです、あの日比谷線がね、はい、あの中央区内通ってますけれども、はい、この東銀座から霞が関間が開通して、ええ、これでその北千住と中目黒間の全線が開通したという。なるほど、うん、でそして東急東横線と、これ日本初らしいですけども、相互乗り入れが始まったらしい、日本初ですか。すごいですよ、日本初があるんですよ ね、 ねもう今ではねほぼ当たり前になってる。そうですよね、相互乗り入れですけどね。そうですね、この時あの銀座線の銀座駅と丸の内線の西銀座駅を結ぶ形で、うん、日比谷線の銀座駅が作られて、名称も銀座に統一されて、
3線の総合駅が誕生したんですね。そういうことなんですよ ね今では当たり前の銀座ですけど、当時はね、あの西銀座駅っていう名前だったんですね。そういうことですよね。あの地下通路で全部つながってるんですよね、うん、東銀座の方からね、実は全部つながってる。そうですよね、はい、で、あのメインストリートの一つの昭和通り、ここでもあの草野さん出来事があったというふうに聞いてますか。はい、なんか昭和通りの交差点の地下を掘り下げて、はあ、で、まあ、橋を架けて立体交差にした、まあ、昭和通りっていうのが完成したらしいんです。はい、でその地下に、まあ、あの駐車場が、東映の駐車場が4つ、江戸橋、宝町、新橋、三原橋できたそうです。なるほど、そんなに駐車場4つも あるんですね。そうみたいですね。初めて知っちゃった。交差点と交差点の間の空間利用して駐車場ができたという、ね、昭和通りが完成したっていうのも結構ビッグイベントですね。あ、そういうことですよね、うん、今まではだから平面だったってことですよ ね、 確かにね。で立体にしたということですね、うん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 、じゃあここまで1964についてやってきましたけれども、はい、もう一つの2020ですよね、はい、2020に出来上がる構造物っていうのはどんなものがあるんでしょうか、ゆみさん。はい、中央区ですとやはり最先端技術を活用した選手村のある晴海地区が完成します。晴海地区、はい、楽しみですね。楽しみ。これはどんな風に最先端なのかが知りたいですね。確かに、うん、最寄り駅は都営大江戸線の勝どき駅になるそうですね、はいはい、下車徒歩約10分ほどで、うん、44ヘクタールの敷地に宿泊施設ですとかダイニング、総合診療所やスポーツジム、ビレッジプラザ、運営施設などができるそうですよ。なるほどね、ただし一般の人が選手村へ入ることはできないそうなので、まあ、そりゃそうでしょうね、安全のためにね。みんな行っちゃいますからね。そういうことですよね、はい、そうですよね。でもあの今のところまだ工事中の、はい、うわ工事してるの、あの選手村の開発地行きましたよ、ね、私行きました。もうねピュー風が、あー風がっていう感じだったんですけど、マンション群になってます。チャンスですね、今チャンス、行きますよね、はい、本当に立派な街になるんでしょうね、うん、ですね、はい、さらにあの東京オリンピックパラリンピックが終わった跡地にはマンションが立ち並び、小学校や商業施設が作られて一つの街、晴海フラッグができるそうです。そうなんだよね、いやそうするとですよ、そんなにいっぱい人が住んだらどうやってねそこにアクセスするのかというところが大きな問題になると思うんですけど、大江戸線だけじゃね済まないんで。そうですね、なんか一応ですね、都心部と臨海部を結ぶ BRT が開通するらしいです。BRT って何ですか。バスラピッドトランジットの略で、まあ、バスの高速輸送システムのことみたいなんですけれども、まあ、外国なんかでよく見かけるんですが、連結のバス 2両とかがこうつながったバスで、はい、あの路面電車と比較して遜色のない輸送力を持っているそうです。へー、そういえばあの東日本大震災の、ね、復興でも東北の方で BRT を、ね、入れたところって実はあるんですよ ね、 あの専用の道路を通るので、まあ、渋滞がないという意味ではね、あの有効な交通手段なのかなとも思いますね。なるほどね。あとですね、中央区といえばあの旧築地市場があったところね、そこの跡地についてはあの駐車場としてとりあえず使用するんだと、はい、いうことなんだそうですね、でオリンピックが終わった後はあの東京都の案によると、交流促進とかおもてなしとかそういうゾーン分けをして、会議場を作ったり展示場を作ったりとか、なんかそういうあの開発をどうもしていくということらしいですね。どんなものができるんでしょうね。ビッグサイトとかそういうのをイメージしちゃいますけど ねでも本当銀座からすぐの場所ですからね。立地がいいですね。それはどんなものができるのかはこれ皆さんの関心の的でしょうね。そうですね、はい、でさっき勝どきの話がね、はい、勝どき駅の話が出ましたけれども、うん、これジュミさんこれからどうなるんですか。はい、大江戸線の勝どき駅の改良工事がね、
完成するんですね、2020、2019年の2月に新しいホームやコンコース、そして出入り口が、まあ、いろんな形で併用開始されたんですけども、引き続き改良工事が進んで、2020年度第一四半期に完成予定ということで、もうすぐです。もうすぐできるんですね、はい。あの勝どき駅の周辺っていうのは、あの高層マンションがね、あのどんどんとできてるんですよね。すごいですよね。で、2017年度の1日の利用者数が10万人ぐらいなんだそうです、ね、すごいですね。これ駅に入るのにもうね、並んでるっていう状態なんですよ ね、うん、ね。だから乗り換え路線のない大江戸線の駅の中では、あの最多なんだと。で、大江戸線全部で見ても第3位なんだ、とんでもない駅になっちゃったということですよね。だから工事することでね、あの混雑が解消されるといいですよね、ですね。また環状2号線、豊洲から築地の約 2.8km なんですが、はい、こちらが全線開通に向けて工事が進められています、うん。これによって臨海部と都心部のアクセス性の向上ですとか、晴海地区や勝どき地区における災害時の避難ルートの多重化による防災の向上が図られます。なるほどね。様々なことが行われてますね。本当そうですよね。これ草野さん、やっぱり2020はですね、はい、観光検定かなり出そうな気がしてきましたね、はい、こうやって追っていくと、ね、はい。ぜひ今日喋ったような話を問題にしてくれる、聞いたリスナーさんがねよしよし、勉強してよかったなって思ってくれるかな、ね。歴史だけじゃなくて、やっぱりね、そういう今の話題が重要だと思いますので、はい、重要ということが観光協会から示されました。素晴らしい、勉強しておきましょう。いや、もう本当にね、今日は草野さんにね、スーパーですよ、本当に出ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。さあ、それでは草野さん、最後に伺いたいんですけれども、草野さんにとって土木ってどんなことなんでしょう。はい、もう今日お話を伺って、橋、道、公園とか鉄道すべてが土木なんだと思ってびっくりしました。馴染みがないと思ってたんですけれども、日常生活に欠かせないものなんですね。ありがとうございます。という草野さんからのお話もいただいて、すごい幸せな気分に今日なれたんですけども草野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、やっぱり土木って面白いですね。それでは最後に全員の掛け声で締めたいと思います。いきますよ。ドボラジ終了よし、ドボラジ終了よし。実は私、記念すべき第1回を受験して、まあ、一応合格はいただきました。 おめでとうございます、はい、松さんももちろん。私もね、何回か受けてますよ、はい、受かってますけどね、はい。でね、100点が出てないっていう話を聞きましてですね、はい、これ燃えるじゃないですか。闘争心に燃えて、ね、一緒に100点勉強しましょうよ。ジュミさんはどうなんですかね。どうなんでしょうかね、普通受けるかな、やっぱりね。ね、ラジオもやってらっしゃるんで ね、楽しみにしましょう、はい。まあ、楽しみにしていてください。というわけで、次回はですね、沢井淳二さんをゲストにお迎えして、東京港にかかった虹、レインボーブリッジをテーマにお話を伺いたいと思います。番組へのご意見やご感想は voice@fm840.jp までお寄せください。また中央 FM の公式サイトや土木学会 Facebook に収録時の様子をアップしています。チェックをしてみてくださいね。土木のラジオ、土ボラジ。この番組は土木学会、建設技術研究所、清水建設、戸田建設、三井住友建設の提供でお送りしました。それでは来週も土木のラジオ、ドボラジでお会いしましょう。